住之江シティナイターの2018サザンカップはこれよりシリーズ注目の個人戦のベスト18の激突で、まずは準優勝戦の第1弾の第9レース6号艇が早々と中岡回り込んでまいりましたが、その懐まずインコースは1号艇の北村誠司、地元連続優出中の人気の中心、今回予選3位通過今入りました。そして2コース2号艇で古川雅之、2場所連続優出の住之江連続優出なるかとなっています。そして6号艇の中岡3コースに潜り込んでまいりました。目下2場所連続優出中、これで1・2・6。そして3号艇入って面取り深夜、デビュー2度目の優出なるか、これで1・2・6・3。そしてどうやらダッシュの2手4号艇の森野正弘、近況好調3場所連続優出中。そして5号艇の高賀充、住之江は過去6優出 V3 6コースからの勝負。さあスローが4艇ダッシュが2艇で4対2、穏やかな水面です。さあまずは地元北村誠司が地元3連続優出の優出1番乗りなるか。ここは楽しみなメンバーが出揃った一戦で、第9レース準優勝戦第1弾4対2インコースから1番2番6番3番4番5番の4対2です。今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇人気の北村、センターアウト勢から3号艇4号艇あと6号艇も出ていきますが、1マークは逃げる1号艇をまくっていった、2号艇6号艇3号艇やり合った、内から4号艇5号艇が刺してきますが、さあバックセッチャーイン速攻が決まった。まずは1号艇で人気の北村誠司、そして2番手争いですが、2号艇の古川と4号艇の森戸と2号艇と4号艇が並んでまいりまして、あとは5号艇3号艇6号艇の順、なおスタートは正常でした。ナインタンマークはトップで1号艇人気の北村で、2番手争い4号艇いって合わせてくる5号艇、その間隙を2号艇が差し返してまいりますが、さあ2番手争いまだ接戦ですが、わずかにさばいて2号艇の古川雅之上がってきてレーサー2周目と入ります。先頭には1号艇の北村誠司が見事なイン速攻、そして現在の2番手争いは2号艇の古川雅之、今度その後ろで4号艇5号艇3号艇が固まって、3番手争いは2周目で出したマーク、突っ込んでくる5号艇2号艇の手がバタついた、内から4号艇3号艇ですが、さあこれで2番5番外の方に行って、内から一気に4号艇の森野が上がってくる、今度は固まって4号艇5号艇2号艇と2番手争い3艇固まって接戦でもつれてまいりました。さあ4号艇か5号艇か2号艇かとなってまいりまして、2周目で出したマークの注目2番手争いは4号艇の森野が行く、さあ仕返して5号艇2号艇ですが、ここで4号艇の森の近況好調逆転成功で3番手5号艇145となって最終周回へと入ります。ラスト1周先頭はぶっちぎって1号艇の北村誠司人気の中心、そして2番手争いは大逆転で4号艇の森野正弘、3番手には現在5号艇の甲賀充、最後のバックステージへと入ってまいりましたが、先頭1号艇2番手4号艇3番手5号艇の上位ガラッと変わって145、その後ろ水が入っていって2号艇の古川雅之4番手まで交代で、あとは完全に水が入っていまして3号艇6号艇の順になっています。最終ターンマーカー先頭で北村誠司が地元3連続優出、地元連続 V に挑戦、そして2番手4号艇の森野近況好調見事4場所連続優出、最後の直線コースは145となって間もなくゴール、先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、6番がゴールイン。